ててててててて、ビッグタイムロマーリオ。あの、じゃあ、僕が言いました。ユータボリンセンサーのボリンセンサーをやっていこうということで、今回はですね、ブラジルエピックガチャから登場したビッグタイムロマーリオ名所やっていきたいと思います。まずは一つですね、ロマーリオのビッグタイム動画遅くなってしまい、申し訳ないです。ロマーリオのタレデザね、どうしようかと、本当に悩みに悩んでね、どんなロマーリオが一番いいのかと、コメント欄の方でもね、ロマーリオの名称動画見たいですって方たくさんいてですね、ようやくね、やれる時が来ました。タレデザも振りましたということで、まず左下にパフォーマンスマークある通りですね、固有パフォーマンスが可能でございます。これまでね、ベッカムだったり、メッシ、ネイマール、ベンゼマ、伊藤純也とね、数々の固有パフォーマンスが登場していますが、このね、ロマーリオもできると。それでは早速、性能の方をお話ししていきたいんですが、まずはボックスストライカー。ここはね、レジェンダリーと変わらず、真ん中でね、ゴールを狙うプレイスタイルで、ここからがですね、多分ね、このロマーリオの育成した人いないんじゃないかなと思う。その名はブルーロックエゴイスト型超尖らせたゴリゴリぶっちぎりロマーリオということで、ボルコンドリブルボールキープに1も振らないタレントデザインで、どこに振ったのか。主な項目で言うとオフェンスセンス、決定力、そしてスピード、ここに全振り。ドリブル能力低いから使いにくいんじゃないかっていうね、コメントもあると思います。ただですね、あのロマーリオの固有技、あれを使うことでね、一時的にドリブルの数値をね、90後半まで跳ね上げることができる。あの技を使えばね、ボールがもう全くですね、足元からずれないです。見てください、スピードがですね、チムスタ込みで90乗せる。で、瞬発は93いくし、キック力も高いんでね、レジェンダリーの時にあったミドルシュートがなくなったんですけど、このキック力90超えてくる。ここでカバーしていく。さらにはボディコントロールもね、95乗せてくるということで、とにかくもう自分でいくとゴリゴリね、突破できる。ぶっちぎりタイプのロマーリオになってます。ファーストタッチで決める。1個のタッチで全ての局面を変えることができる。ビッグタイムロマーリオの全貌を試合しながらやっていきたいと思いますということです。早速、ビッグタイムロマーリオ行きましょう！ゴー！ビッグタイムロマーリオはね、止まらないです。お相手は多分ね、ロマーリオがね、ここまで早いと思ってないですからね。このロマーリオのぶっちぎりをね、見てほしい。ビッグタイムのエグさとヤバさが詰まってますよ。さあ、いきなり守備で見せていく。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、ここ。いや、これおとりですね、一回。これは合いません。いやー、出てきたー。えぐいね、伸び見ました、今の。オフェンスセンスの高さね、圧倒的に上げた。レジェンダリーとやはり違う部分、差別化を図る。そこからのスピシュンですね、入った瞬間の。さらにはボディコントロールもあると。これが 新時代ロマーリオです。はい、来たー、ロマーリオ、ナイスパス。もう一個、うーらー、これぶち抜き、バケモンなんだー。ビッグタイム尖らせロマーリオ、ブルーロックエゴイスト型、絶対に俺が点を取ると。そしてね、あそこの領域に入ったらもうこのロマーリオ止められないっす。一瞬として現れる、突如として現れます。そういうロマーリオになってる。ここもしっかりディフェンスしました。さあ、ここもこれよ、この速さ、全てがロマーリオ。そしてここを決めない、が無理か。ちょっとね、今迷ったね、アウトスピンもしたかったが、これはちょっと焦った自分が。いやー、でもやばい。このロマーリオのもう一個やばいとこが、後半の最後までこれを維持できるということ。ヘディングも狙う。このロマーリオがね、そのワールドカップでヘディングゴールで決めたロマーリオらしいんでね。さあ、ということでロマーリオの2得点。このロマーリオのヤバさ、ちょっとまだまだ隠してるんでね、どんどん行きましょう。ね、お相手さんめちゃくちゃビビったはずなんですよね。え、ロマーリオこんないけるみたいな。こことかもね、ボディコン刺さってますね。このね、ボックスストレイカーでライブレーっていうか、ラインブレーがほんとしすぎない。グッといきなりね、来るんですよね。その瞬間があるビッグタイムロマーリオ。相手ドリブル数値には全く振らない新領域のロマーリオ。さあ、見せてくれ、まだまだこっからっすよ。いやー、
ナイスタッチ、ファーストタッチ、ちょっと斜め後ろからのロマーリオ、ボックス内で輝くオフェンスセンス、オフェスイングやっぱりこのロマーリオはもうぶっ飛んでるんでね、素晴らしい。さあここでキックフェイントからこのお相手が取れそうだけど取れない領域を展開していく。さあここはファイア、うわー、よいしょー、もう誰にも止めることができないこのとんがったロマーリオを。ドリブル数値をねあえて低くすることで一個一個のタッチがでかくなるんですけど、それがねもう普通にキックフェイントみたいな切り返しとなる。ロマーリオクラスになるとドリブルがやっぱ細かいんですけど、通常であればね、ただこのロマーリオはね本当にあの育成が全く違うんでね。さあ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 、やばいやばすぎ、いやー無理か、最後ちょっと横から来ましたが、もうとんがりに尖らせたね、タレデザ新ストライカーエゴイストロマーリオが強すぎるぜ。このロマーリオね、タッチが大きいのが逆に生きる。ロマーリオってそんな速いイメージないと思うんですよね、お相手的には。なのでね、めちゃくちゃびっくりするんですよね、この肩が飛んでくると。これはね絶対に想像できないからね、想像上回る強さしてんで。これがスクープターン、アンクルブレイクから、オッケー、スクープターンアンクルブレイク、これがねロマーリオの必殺技もうディフェンスファンダイクからアンクルブレイクしましたけど、おお、カメラ飛んできた、びっくりした。いやマジでロマーリオやばいよねこれ。さあ背負って迎え、さあスクープターンからのファイアーインパクト、必殺スクープターンで惑わしました。絶対にあれは読めないからね、ロマーリオのこういう必殺技ロマーリオにしかできない。さあ来た、ここ抜けてる、一回大きく出して、さあここもキックフェイントで再びクイの決めてく、キックフェイントがやっぱりスピードを上げたことで上がってることによりえぐいでしょこれ。本当これが皆さんビッグタイムロマーリオです。多分皆さんが思ってるねビッグタイムロマーリオどころじゃないよね、もう強さが。さあでもう一回受けて、さあ1対1を、さあここもスクープターン、さらにキックフェイントから裏、いやー惜しい、左足でもできます。ちなみにどんどん行きましょう、ここ、そういうこと、そういうことなんですね。これもねぶち抜きましたね今、やっぱラインブレーカーとかじゃないんでちょっと低めの位置からねこの速さとぶち抜き、ぶっ壊れが飛んでくるのがねもうビッグタイムロマーリオにしかできない。あーしも言葉ないっすね、これがビッグタイムロマーリオです。皆さんえぐいロマーリオ固有のねスクープターンがねロマーリオのドリブル力を一時的にね90後半ぐらいまで持ってくんでね、あの細かさと切り返しこの選手しかできない。さあということでね、今回はロマーリオ使わせていただきました。ビッグタイムにふさわしい強さスクープターン、固有技のスクープターンを使えばですねボールがもうドリブル数値関係なくね無力化した状態で足元に引っ付けたね究極のキックフェイントだったりドリブルができる。持っている方、当てた方、ぜひ使ってみてください。ということでそれでは最後はビッグタイムロマーリオの固有パフォーマンスで終わりたいと思います。ロマーリオ最強魔の勝者だブー。